吉根さん、私昭和47年生まれでございますけどもね、やっぱり物心ついた時からこういうふうなね、テレビってものがありました。まあこれは雑誌なんですけども、今回の昭和40年男はテレビ黄金時代ということでね、テレビの番組の特集なんですよ。なんでこの話題を出したかと言いますと、今はまあ YouTube が全盛期と言いますかね、これからますます YouTube を見る時代に入ってきます。テレビをね、なかなか話題にならないと。学校に行って昨日あの番組見た？みたいなことは多分ないんではないかなと思うんですよ。そればかりか、はじめ社長見た？みたいなことになってくると思いますし、まあ人によってはね、 YouTube っていうのはテレビ番組よりもチャンネルがたくさんありますから、みんなこのカンフー映画見ただろうとかね、みんなこの例えばね、連ドラ金八先生見ただろうっていう先入観で次の日学校行ってるわけじゃないと思うんですよ。みんなどの YouTube 見てるかなと、自分の見てる YouTube は他の人は知ってるかな、どうかなっていうところが大きく乖離してるところだと思うんですよね。私たち昭和40年代生まれっていうのは、きっと吉谷さんもそうだと思いますけども、なんかね、前日に見た、最近見たテレビ番組をもとに学校のネタとかね、それからギャグとか、いろんなやり取りっていうのができてたと思うんですよ。例えばね、まあプラモデル買うのもガンダム買ってみたりとか、宇宙船ガンダム買ってみたりとか、そんなところだと思いますし、まあおもちゃとかね、そういったものもきっとテレビからの派生商品だと思うんですよ。でもどうですかね、今はYouTube ってものを見るようになって、私たちは派生商品がちょっと生まれにくい世の中になってるんじゃないかなと思うんですよ。まあね、テレビ世代、テレビがだんだん見られなくなってくるということで、共通認識とかね、共通の価値観念っていうのがどうもつかみにくくなってきたのかなっていうところがあります。で、私最近気づいたんですけども、暴走族って昔ね、当たり前のようにあったんですけども、今は暴走族って言っても過去の遺物ですよね、きっとね。感覚としては昭和40年代ぐらいに昔特攻隊員がいてねっていうものと同じように、今令和2年に昔暴走族っていうのがいてねみたいな感覚になってると思うんですよ。このカルチャーショックはちょっとね、私小さなざわめきが心の中にありますね。もちろんね、暴走族がなくなっていいことだと思うんですよ。この前もね、同じようなお話しましたけども、反社会勢力もしくは反社会勢力になりうると思われる人たちがいなくなるのは、もしかしたら社会的にいいことかもしれません。でもそのおかげで私たちはいろんなものをね、失ってきたんではないかなという気もするんですよ。もちろんこれはね、悪を助長するわけではないし、まあ暴走族なり暴力団みたいなのがね、あった方がいいっていうふうに、まあ一刀両断には言えないんですけども、そうですね、こういうふうなこの前話を聞きました。私の高校生の時の同級生で、まあ、同じようにね、格闘技、極真空手を学んでいた人がいるんですけども、何回もね、県大会とかで優勝したりとかね、インターハイとか出られてた方で、かなり腕利きの腕っぷしの強いね、超空手家なんですけども、彼は空手にぶち込んで、今40代になってですね、47歳になって空手道場を地方でやってるんですけども、生徒がね、ものすごく集まりにくいと。それでその商売のことについて相談できないかっていうふうに私のとこ来たんですけども、いや、その時にね、かなりの現実を見ました。今は戦わない世代なんですよね。私たちが10代の頃っていうのは、当たり前に学校に行ったら喧嘩があったんですよ。夜自転車で塾の帰りとか、それこそね、なんかの習い事の帰りっていうのは、もうね、道着を脇に抱えた、柔道なのか空手なのか分かんないですけども、そういうのがうごめいていて一触即発だったんですよ。私はね、私の記憶だとね、毎日のように誰かと絡んで格闘があるんではないかなと、ストリートファイトがあるんではないかなって緊張感にまみれた日々でした。で、まあ、同じような年代とね、すれ違うものならどっちが先に目をそらすかみたいな戦いからバチバチッと始まるわけですよね。もう本当それ毎日これですからね。でも今それはないんじゃないかなと思うんですよ。学ランのね、爪襟の改造制服とかも多分ないですし、それこそね、後輩がやられたから先輩が敵を取りに行くみたいなこともないと思いますし、まあまさにね、これはね、極度の世界みたいですよね。おお、上話つけとくわみたいな感じで先輩が言ってくれて、先輩ありがとうございますみたいな、なんかあったら俺のとこ来いやみたいな、そんな関係は今ないんではないかなと思うんですよ。そうなると、戦わない世代ね。私たちの10代の頃ってのは、その戦いが前提だったんで、自分の身を守るためにね、自分の体を鍛えるために、そしてがたいで、幅を利かせるために、やっぱりね、空手を習ったりとか柔道やったりとかね、したもんなんですけども、それがいわゆる格闘技ブームを作ったのかなって気もするんですが、今はどうですかね。エンターテインメント、ショーとしての格闘技はあるけれども、当たり前のように戦いが日々私たちの周りにね、肉体的な戦いもね、精神的な戦いもですけども、薄れてきたんではないかなって気がするんですよ。もちろん戦わなくなって良くなったということではあるんですよ。
うん、危機がなくなっていった。だから体を鍛えなくてもいい、そんなにね戦闘とかねストリートファイトを意識しなくてもいいっていうのは、もしかしたら平和になってよかったねなのかもしれませんけども、なんか非常にね失うものが多かったような気もするんですね、それはね。で、私が多分今の10代だったらどうだったでしょうね。私が反社会勢力だったと思いますよ、もちろん、うん、もちろんね当時も反社会勢力だったかもしれませんけども、ただやっぱり薄まっていたのかなと思うんですよ。私ごときね喧嘩っぽいのはたくさんいたんで、それほどまで目立たなかったのかなと思うんですけど、今の時代だったら完全に私はね、退学ですね、学校もで職場にも入れなかったなと思いますね。そんなことをね思いながら、このテレビ黄金時代っていうのを見ました。そして私たちはそういうふうな乱暴であるのと同時にですね、どこかで自分のことを理解してくれる先生や大人を探していたのかなと思いますよね。だから金八先生がヒットしたんではないかなと思うんですよ。どっかに命をかけてね、自分の人生をかけて教師という立場からもうね金繰りしてですね、自分たち生徒のためにグレた者のためにですね腹を割ってくれる人がどっかにいるんじゃないかなと思ったんで、まあそこそこグレていた私も金八先生はね見逃さなかったというね。でもやっぱりねそのちょっとこうグレていたやつらも今で言うとヤンキーっていうのかなんかあれですけど、当時はね不良って言葉だったりねグレていたりとかっていう表現だったんですけども、僕らはグレちゃんはやっぱ金八先生みんな好きだったんですよね、結構ね。で金八先生の真似をしたりとか、要するにテレビがやっぱり共通認識だったわけなんですよ。で今はやっぱり YouTube っていうのは多種多様ありますから、例えばね、学ぶさんっていうのがビジネス系で YouTuber いますよね。でもこれねビジネスをやってる人に学ぶさんのこんなこと言ってたよねみたいなこと言っても通じない可能性があるんですよ。例えば銀行間の取引とか取引先の企業とかでね同じぐらいの年代で話題ができた時に学ぶさんとか見てますって一応確認取らないといけないんですよね。でも多分僕らの10代の頃ってのはもう日本国民全員が金八先生を見たっていうね先入観からスタート、ジャッキー・チェーンのカンフーを見たっていうのが前提でスタートね、でガンダムで育ったっていう前提がスタートだったのかなと思うんですよね。いろいろとね今回は億万長者とあんまり関係ないかもしれませんけども、なんか昔を思い出してねしんみりとするコーナーになりました。というのもね私ね最近ね懐かしいっていうテーマでね結構動画を撮ってるんですよね。そう考えていくと今若い10代の皆さんっていうのはね何を懐かしいと思いながら40代50代を過ごすのかなみたいなことを思ってしまいます。こんなとこですかね。ちょっと今回まとめましょうか。悪は本当に悪だったのかなというところですね。反社会勢力は本当に反社会勢力だったのかなというところですよね。やっぱり社会が必要として生まれたとすればですね、それは反社会勢力ではないんではないかなと。そういう意味で言うと菅官房長官がね反社会勢力に定義があるわけではないっていうのも確かにその通りなんですよ。誰かから見ると反社会勢力でも誰かから見ると社会勢力ではあるんですよね。不思議なもんですよね。ということでね前回に引き続きちょっと表現の難しいことを語ってみました。皆さんもねこういうことって多分話し合われることあると思いますけども、そういう時にはねぜひ私を話題に入れてください。それではいってらっしゃい。